こんばんは、ドンピザ娘です。今回ですね、人気投票ガチャですね、魔術と科学の第2位のキャラが追加されましたので、性能を紹介していきたいと思います。で、この動画はですね、普段性能紹介以外にも攻略系のね、動画も出させていただいておりますんで、よろしければね、チャンネル登録していってください。それではね、本編いきます。で、今回追加されたのね、こちらのお二方ですね、バードウェイとカミアンですね。で、まあこの衣装ね、めちゃくちゃね、バードめっちゃ可愛いよね。で、カミアンもまあこうね、クラウンとかしてるし、まあなんかアイドルっぽさもあり、なんかこうね、王様、お姫様、王子様とかお姫様みたいな感じの、まあテイストのね、衣装になっておりますんでね、まあ気になる方はね、ぜひぜひ回してください。で、個人的なね、感想なんですが、まあ最初ね、ざっくり初感ですね、述べさせていただきたいと思います。で、レイドとか戦線やられてる方ですね、まあこの、系統の方に関しては今回ね、まあ引かなくてもいいかなっていうところが私のね、見解ですね。で、まあ PVP やる人はまあワンチャン引いてもいいとか、まあ推しだっていう人ですね、まあこういう方にとってまあおすすめのね、ガチャになりますんでね、まあ検討してみてください。で、まあそのね、理由についてこれからね、説明させていただきますんで、よろしくお願いします。それではね、行きましょう。まずですね、神谷からですね、3倍返しの約束ね、神城トーマですね、緑の上位属性のね、アシストキャラになっております。ステータスね、見ていきましょう。 HP14000、 キオが3764、そして仏鋼が高くてですね、13000弱ぐらいあります。はい。で、まあ防御もね、そこそこね、8000前後、8200と、まあ7000かな、はい、もらっております。まあ物理寄りのね、アシストですね。で、スキルね、見ていきましょう。ホワイトデーギフトですね、行動開始した時にペアキャラにダメージ1回分のガードとブッコアップ中を一旦付与し、青系と緑属性の敵全体に対して仏棒ダウン中を2段付与する2回のみということで、これね、デバフはすごいね、魅力的なんですが、まあ1キルとかね、やるタイミングで、まあ、重ね掛けできるとはいえ、うん、まあ、ペアキャラにバフで、で、青と緑っていう縛りがありの、まあ、デバフがつくっていうところで、まあ、なかなか、まあ、これ単体でっていうところはあんまりね、こう味方のサポートっていうところでは、まあデバフがメインになってくるのかなというところですね。はい。で、まあガードがあるっていうところで、まあ PVP ではね、まあ割と使えるかなって、あとね、ステータスもアップできて、まあクラスバトルでね、そのデバフとかも使えると思いますんで、まあ PVP で、まああのね、防衛とかでもいいですし、攻めでもね、まあ緑のね、バトルキャラとかつけて使うのは全然いいかなと思います。例えばまあね、軍派とかね。うん。またちょっと気温高いんでね、必殺打っちゃうかなっていうところもあるんで、なかなか、まあ使いどころはね、難しいかもしれませんが、ね。まあ青と緑なんで、クラスバトルで言うと、なんだろうな、赤とかか、赤かまあ緑かな。で、まあ強いキャラにつけるって、強いキャラにつけるって、まあ、8竜さんとか、うん。まあ相手が緑だったらいいんだけどね。だからまあ無難に行くと、まあ緑で攻めて相手が青か緑想定みたいな時にまあ使うと刺さるかなっていう感じですかね。うん。で、潜在見ていきましょう。集中力向上と、仏鋼向上ですね。そして SP 獲得量向上、判断力向上、気温向上ということです。はい。まあ、集中ついてるのね、偉いかなと思いますね。まあ、緑のね、物理2キルとかで、まあ、デバフ抜けるとかは、ね、デバフキャラがいないとか、そういうのがあれば、まあいいんですけど、あれ、バドってデバフついてなかったっけ？どうだったっけ？アシストのね、あの紫バドを使うんであれば、まあ、間違いなく、まあ、デバフあるし、同じ中なんで。なんで、まあ、2キルからかなって、ここがね、聞いてくるね。うん。まあ、あとは、レードとかで、なんか、これがいい味出す可能性もなきにしもあらずなんですけど、やっぱりこのね、
まあ、月初さピックアップさ4体来て、でここ、まあ、予定外のまあガチャでありますから、でこの後もまたおそらくね、まだあの次のイベントのガチャもあり、月末のガチャとかもあると思うんで、まあ、無理するところじゃないかなと思いますね。はい。で続いてですね、バードで紹介していきたいと思います。こちらですね、青属性のアシストキャラですね。スイートフェアリー、スイートフェアリー、あ、妖精イメージしてるのか。あ、羽ついてるね。はい。でね、ステータスね、見ていきましょう。 HP めっちゃ高いな、17,700、そして器用が3000ぐらいですね。3036、まあちょうどいいぐらいですね。そしてまあこちらはね、まあ異能特化ですかね、12,500、そして防御がまあ物理が7600、そして異防が8400弱ぐらい。はい。続いてね、スキル見ていきましょう。フェアリーグレイスですね。ペアキャラを含む味方を、味方がスキルを使用したとき、その味方ですね、に対して赤系ダメージカット台と青系ダメージカット台と、イコアップ中とイボアップ中ですね、まあ、4つのダメ、2つの属性のダメージカットと、まあ、バフですね、イコーとイボーですね、まあ、バフ中を2ターン付与ですね。そしてさらにね、スキルチャージターンを1短縮する3回のみということで、これなんだろうな。まあこれもね、まあ PVP かなとね、ダメージカットっていうところで言うとね、レードとかでこれ使うと結構邪魔なんよな。うん。スキルチャージターン短縮。うん。まあでもな、これほんとなんかあの、バフのね、数に応じて的なね、必殺打つキャラとかだったら、まあワンチャンあるかなと思うんですけど、やっぱりこれだけのためになんかもっと他の欲しいよね、それだったらね。うん。これで言うと、まあ、中バフとね、スキルチャージターンが、まあ、レードで使えるかな、ぐらいで、もう、組織戦線で言うと、ほんとキャラ棒でしか、まあ、使いどころないかな、っていうところで、やっぱりメインの主戦場としては、ね、まあ、クラスバトルかな、って。で、特に、まあ、青系ダメージカット中と、まあ、赤系のダメージカット中っていうところがあるんで、うん。まあ、これは青の時かな。ね、青のクラスバトルの、ねえ、まあ、攻めか。ペアキャラ含む、だから攻めんときに、まあなんかあの、アルベド感覚でなんか使いたいとかですね。まあそういうのがあればっていうところですかね。はい。まあなかなかに、まあなくてもいいかなっていうところですかね。うん。まあバフもつく、バフね、硬くなるっていうのはいいけど、まあ解除とかで簡単に剥がされるんで、まあそこも強化解除とかね、あとはアシスト潰されないように、あの弱体耐性とか、ね、そういうのもつけていかないといけないんで、まあなかなかに難しいですよね。はい、最近の環境で言うと。で続いてですね、潜在見ていきましょう。移行向上中と、集中力向上、判断力向上、 HP 向上ですね。はい、というところでね、今回ね、性能紹介は以上にしたいと思います。で今回ですね、まあステップアップと、ステップアップだったよね。こんな感じでステップアップと、まあ、優勝のね、ガチャが両方来ております。まあ、これも、まあ、アシストではありますが、まあ、今回バトルがいないので、まあ、青天井じゃなくて、ここですね、まあ、3周すれば、まあ、ね、2体ゲットできるっていうところでは、まあ、安いかなと思うんですけど、まあ、性能的に見ると、なんかね、割と、まあ、なくてもいいかなっていうような、そういうキャラたちなので、ただね、イラストはね、もう、ね、さすが人気投票第2位っていうところで、イラストすごいんよね。なんで、推しの方は、ぜひ引いた方がいいかなとは思います。で、まあもう本当に、ね、そんなガチャ回す余裕ないとか、まあ推しじゃないしいいやっていう方も、まあ特にね、引かなくてもいいかなっていうところですかね。うん。で、まあ、あとなんかワンチャンイラスト欲しいけど、まあなんかステップがっつり置いたくないなっていう人は、まあこっちでなんか、まあ2回運試しっていうところがあるんで、まあこれ1回ぐらい回しもいいんじゃないですかっていうところですね。まあなんで、まあ自分もね、まあせっかくね、こう人気投票で追加されたキャラなんで、まあこれ引いてみようかなと思います。で、これね、星さんが出れば、
対象のいずれか確定なんで。紙やん欲しいな。どっかで使えそう。で、2.5% かな。で、9枠目が 25%。まあ、2.5 か。結局 5% か。まあ、引けばどっちか出る。2分の1かな。で、こう、おまけ付きってなんだろう、おまけって。これメダルだけ？なんかおまけついてくるの。あ、スタミナがついてくるね。はいはい。まあ、スタミナ買う。まあ、でも今、スタミナハード2倍で買うって言ってもなんか微妙かもしれませんけど。まあ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 。引いときましょうか。まあ、これだったら、ね、フェスの方の7回引き直しとか全然引いた方がいいと思うんで。うん。まあ、せっかくなんでね、っていうところですね。なんか、寒そうだね。あ、最低保証つら。それではね、一応開けていきましょう。いや、これダメそうだな。ちょ、最近紙引きしすぎて、さすがに、運気どっか行ってたかな。はい。で、まあ、あともう一回引けるけど、まあ、引いときますか。今回ね、まあ、こっちもね、また別で引こうと思ってるんですけど、まあ、優勝石まだ残ってるんで引いちゃいますか。おー、来た！確定来た！よし、どっちだどっちだ。両方いらすときに、ね、欲しいけどね。まあ、この前コラボのインさん逃したけど、まあ、この辺はまあ、ほんと趣味なんで、まあ、そのうち復刻すんのかな？ね。いやー、来ましたね。これは熱いよ。で、ワンチャン紙やん、レードかなんか使えんかな？ね。それではね、開けていきましょう。2枚抜きいきましょう、2枚抜き。おー、惜しい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 。まだ、ただ最初からなんか虹出てる時ってあれだよな。なんか、発展、なさそうな気がする。あー、やっぱそうね。はいはい。いやー、とはいえね、まあ1枚ね、どっちか出るんで、まあイラスト的にね、なんかバドの方が可愛いけど、なんか神谷の方が実用性では、なんか個人的には欲しいかな。はい。バドもね、敵行動開始時とかにね、ダメージカットとかだったら、なんか防衛とか使えるかなとワンチャン思ったんですけど、攻めなんでなかなか使いづらいなっていうところですね。まあ、どっち来ても嬉しいですね。それでは行きましょう。どっち来るか、どっちなんだいかい。おお、神谷来た。よし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 。なんか羽生えてる。わ、後ろ美咲ちいるやん。これもしかして3位とかもある？ん？逸話と誰だっけ？逸話とアクセラさんだっけ？この前ね。これなんか後ろ美咲ちいるじゃん、これ。こんなんかちっちゃい帽子かぶったやつ。これバレンタインのやつかな？あー、ただバレンタインの美咲ちかな？この、こっちっこい帽子のやつ。ね。いやー、というところでね、まあ神谷引けたんで、まあ個人的にね、満足しました。というところでね、今回ね、動画以上にしたいと思います。この動画がね、参考になりましたら、高評価、チャンネル登録でこの番組をね、応援していただけると嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。